昨日厚生労働省が発表した介護保険料の1人1月当たりの基準額65歳以上の高齢者が払う保険料の全国平均は6225円で年々右肩上がりですさらに大きな地域差も生まれています全国でで最も高くなったののは大阪市9,249円で 最も安い東京都の小笠原村の3倍近い額となりました。大阪市内で65歳以上の人に聞いてみると、なんか高くなったなと思う。そう税金とかってなかあったりします？やっぱり介護保険ね。年金生活者は圧迫しますよね。使ってはる方なったらしょうがないかなと思うけど、私らはお世話になってないから、だから高いかなと思う。払ってる。 ま価値としては…ないない、僕らは一切かかってないそこを使う時にはもうくたばるやろ介護保険制度は国や都道府県などの公費と40歳以上の国民が払う介護保険料で成り立っていますその保険料の額は40歳から64歳までは収入に応じて決まり 65歳以上は国が3年ごとに地域ごとの基準額を見直しています介護サービスを受けていない高齢者から聞かれる、なぜこんなに高いのかの声。大阪市市の横山市長は 確か、大阪市の単身の高齢者層の割合が40数パーセントでまあ、非常に高い数値になっています。これが1点目と合わせてもう1つがですね。ちょっと低所得のあの世帯が多いというところです。専門家は大阪市のように介護保険料が高い地域の特徴についてこう分析しています。 大阪のの特徴ででうと低所得者の方ですよねその方があの全国平均に比べるとやっぱりあの多いと、まあ、どうしてもこ介護保険っていうのはあのみんなの助け合いでなりっていますから、まあ、高所得者からあの保険料を負担していただくということですのでおのずと基準額もやっぱり上がってしまう。 全国で2番目に高い介護保険料となった大阪府守口市デイサービスなどを運営する介護施設で話を聞くと高い保険料の要因の一つが利用者の増加で

保険料が割高かどうかは、サービスの質にもよると言います。保険料が高くても、サービスが使いやすいという選択をする場合もあるし、いや、保険料は安くて。 あのサービスが多少使いにくくても保険料が安ければいいという選択肢もあるわけですから一概にその保険料が高い安いで一喜一憂する必要は私はないと思うんですねただし高齢者は年金がそんなに増えてるわけじゃありませんので格差がどこまで許されるのかっていうのは本格的に議論していかないといけないのかなと私は思いますね一方で今全国的に広がりを見せているのが 介護が必要な人の数をできる限り抑制するための介護予防です大阪府の値上川市では元気アップ介護予防ポイントという事業を行っています65歳以上の高齢者が市内の保育所や障害者施設などでサポート活動を行うと1日で1ポイントが与えられ 年度末に1ポイント200円の交付金がもらえるというのです。まあ多くの方がですね、あの数回の活動というよりかは、やはりあの継続して活動を頂い,いておりますので、まあそれに伴って体も元気が、心も元気な状態が継続できる事業と思っておりますので、介護予防が功を奏して、保険料が下がった事例も。 和歌山県橋本市では体操教室の開催など介護予防の取り組みに力を入れその結果、介護サービスを受ける第1号非保険者の認定率が減少基金を取り崩したことに加え介護を受ける人が減少し保険給付費を抑制できたことで今回、保険料を1000円引き下げることができました。結局 あの保険えと基金を取り崩したところで給付費が上がっていれば相殺されるので、給付費も上がっていない、ああ横ばい減少の傾向の中で基金を取り崩したということで、そこがまあ大きく逆したっていうふうな要因になっておるかなと成果が出ている自治体もある一方で、専門家は、介護予防だよりでは根本的な解決は難しいだろうと話します。 介護予防を一生懸命やってもやはりあの85歳とか90歳になった方というのはいずれはやっぱり介護が必要になってしまいますのでやはり引き続き介護保険料は上がっていくということは間違いないいなと思います2040年度には65歳以上の保険料が平均で月9000円程度になるとの試算もある介護保険制度制度は維持できるのか土俵際に立たされています。 今後、この介護保険制度どうなっていくのか見ていきます。はい 介護保険料だけでなくさらなる負担増の可能性も出てきているんです、うん、現在厚労省では介護サービスの利用料1割負担の人の一部を2割負担にできないかという議論をしているんですしかし反対意見が根強く3度この結論は先送りになっている状況です、うん、財政状況が厳しいこの介護保険制度どう財源を確保していくのか、うん、加藤さんどう考えますかそうです、ね、今もありますけれどもこの財,財源の負担 なんですよねまああの介護利用者からもあの増やすということもあればその介護保険料を上げる、それからこの3番、公費ですねこの税金で負担する分を増やそうという話もあるんですがやっぱりこれどれもですね反発の声が強くて議論がなかなか進んでいないっていうのが現役世代がこれから減っていって高齢者の方々が増えていくという状況の中で制度を維持するための議論というのが急がれます。 関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いします